僕、河野健一が今日は子育てについて詳しくお話しさせていただきますね。子供の成長には失敗経験が欠かせないんです。でも、親心からつい手を出してしまうことも多いですよね。例えば、サッカーをしているお子さんをお持ちの母親、いわゆるサッカーママさんによくある悩みがあります。試合の集合時間が近づいているのに、子供がゲームをしていたらどうしますか？多くの方は、早く準備しなさい、と声をかけてしまうでしょう。また、スパイクを忘れそうな子供を見かけたら、忘れているわよと教えてしまいがちです。遅刻や忘れ物で監督に怒られるのを避けたいという親心からですね。でも、ちょっと待ってください。子供が失敗して、その結果を自分で経験することが大切なんです。遅刻して試合に出られなかったり、スパイクを忘れてベンチで見学することになったりして初めて、次は気をつけようと思うものです。親が先回りして助けてしまうと、子供は大切な学びの機会を逃してしまいます。そして、多くの場合、親は無意識のうちにそうしてしまっているんです。ここで立ち止まって考えることが重要です。とはいえ、親としては黙って見ているのも辛いですよね。僕も掃除が趣味なので、子供の部屋が散らかっていると、片付けなさいって言いたくなることがあります。でも、そこは我慢。子供の成長のためには、時には見守ることも必要なんです。例えば、複数の子供を車に乗せて試合会場に向かう途中、一人がユニフォームを忘れたことに気づいたとします。時間に余裕があれば取りに帰るのも良いでしょう。でも、ギリギリの場合は、その子一人のために他の子たちを遅刻させるべきではありません。忘れ物をした子供に責任を取らせることで、深い反省と学びにつながるんです。親が子供の全ての問題を解決してしまうと、子供は自立心や責任感を育てる機会を失ってしまいます。時には失敗を経験させ、その結果から学ばせることが大切です。でも、これは決して子供を放置するということではありませんよ。適度な距離を保ちながら見守り、必要な時にはサポートする。そのバランスが重要なんです。子育ては本当に難しいですよね。僕も日々勉強中です。でも、子供の成長を信じて、時には見守る勇気を持つことが大切だと思います。失敗は成功のもと。子供たちの未来のために、私たち大人ができることを考えていきましょう。